というわけで今日はドゥードルのニック君がやってきてくれました。いや、マイクロバブルも入り終わって最後ねトリートメントをしてるんですよね。かっこよく言うとトリートメントね、普通リンスですね。ニック君11月もう半ばも過ぎてもう12月がね、ニック君そっち向いちゃったらそっち行かなきゃ。11月ももう終わりになってきましたけど、どうですかニック君、今年の秋は何か美味しい海の幸食べましたか？これカニが好きだよ。ああカニですね、カニは美味しいですよね。まあ私もこの間越前ガニっていうんですかね、あっちの福井県の方のカニだろうねきっとね、越前若狭とかあっちの方のカニをね送っていただいて食べたんですけど、まあ美味しいですね、一般的にね。これもサワガニだよ。ああサワガニはね、サワごとにして食べると美味しいですよね。一口で食べてます。うん、よく私ね大原の出身なもんで、大原漁港のね岸壁のところ夜夏場にライトを照らして海の中をこう際のところ歩くとね、石ガニっていうカニが取れてね、あれがなかなかでっかいカニもいてなかなか美味しいかったですよね。へー、うん、多分勝浦もいるんじゃないかなと思うけど、まあ、どこへでもいるカニでしょうからね。ただ今思うとなんか漁港の油臭さも一緒に食べたなっていう感じなのかもしれないですね。じゃあカニを食べて年末を迎えましょう。カニ料理は何が一番好きですか？そのまま丸かじりだぜ。おお、カニを丸かじり、ワイルドだ。ワイルドだ。わかりました。では最後に優しいお母さんに何か一言コメント。カニ食べようから大原漁港連れてって。勝浦の方が近いんじゃないですか。以上中継でした。